れてポンポコポン。徳島県民なら誰もがおなじみの CM にも出てきますタヌキ。そのタヌキを模してでしょうか、とてもユニークな男踊りも堪能できます。六右衛門殿、六右衛門殿の皆さんです。発足は平成6年2月。今から22年前です。初めは娘さんばかりだったので泡小町と名付けました。女性の男踊りは小町娘のように、髪には花やかんざしをいっぱい飾り、楽しく優雅に小町スマイルを忘れずにをモットーとしています。女踊りは蝶が舞うのごとく優雅な踊りを目指しています。男踊りはより男らしく、またユーモラスに、そしてみんなの幸せを祈り、力強く未来を見つめて努力しています。阿波小町の高張商品については、手に口輪を持って周りをちょっとキョロキョロしながらも一生懸命前に進んでいます。ちびっ子たちにご注目ください。皆さん、今放送席前に立ち上がりました。